サントリーホールは東京都港区赤坂一丁目にあるコンサートホールアークヒルズの一角百9 8 6年10月12日に開館した森ビルが所有し公益財団法人サントリー芸術財団が運営する建物正面東京発のクラシック音楽コンサート専用設計ホールである多くの来日オーケストラや著名なソリストの 東京圏における公演が行われている。大ホールは舞台後方にも客席があるビンヤード型コンサートホールであるが座席の配置上本格的舞台装置や背景を必要とする伝統的なオペラやバレエは上演できない。クラシック専用設計であるが他のジャンルの演奏会が開催されることもある。東京シティフィルハーモニック還元楽団、東京ニューシティ還元楽団を除くすべての 在京プロオーケストラがここで定期演奏会を行う。ホールオペラという独自のオペラ上演形態を生み出すなど、開館以来日本のクラシック音楽業界を牽引し続けているホールの一つである。2007年4月2日から同8月31日まで改修工事のため休館し、2007年9月1日にリニューアルオープン。 それに合わせサジノブに代わりサジ慶三の娘無子で、チェリストの堤つみが、館長に就任した。2009年11月、大ホールで公演するバラクオバマ大ホールアークカラヤン、広場、ハービー・ハンコック・カルテット、マナベ・子、イコ、素顔のカラヤン厳当者、新書、2009年。ありがとうございます。